風の七人は山田正樹による日本の長編時代小説。小説現代に昭和56年12月号から昭和57年2月号まで掲載された。山田にとって初の長編時代小説である。山田の時代小説には SF 的な要素を含んだ作品が少なくないが、本作では斎蔵や佐助の使う忍術や、 執法の幻術などの超人的な技術が描かれるものの人外や地球外の存在などは登場しない。時は戦国の世。関ヶ原の戦いが徳川家康の勝利に終わり、世上がようやく静まったかに見えたものの、再び徳川と大阪との間の戦の噂できなくさくなってきた頃、霧の才蔵はかつて共に真田幸村の下に仕えていた。 マシラのサスケと再会した。サスケが言うには、干補祭に一緒に渡って、そこに救う、日本人の浪人集団を退治しようという。真田幸村は、浪人たちに手を焼くシャムの王にオンを売り、徳川方との戦に敗れた際に、豊臣秀頼をそこに落ち延びさせる腹積もりだというのだ。しかし、この話を受けた裏には、莫大な金を得る算段があると見抜いた、回老人、尻尾が、 自らが軍師となって、この計画に乗り出した。各して、執法坊主の集めた七人、軍師一人、忍び二人、やり働き三人、当地の道案内一人が浪人の取りを落とすべく、官補祭へ向けて、船出をした。待ち受けるのは、名将、天竜とその弟、水竜と地竜の三兄弟に引きられた五十人、余りの老人集団、東南アジアの官の地で、 日本人同士が相争う、決戦が繰り広げられる。短編では、あやかし、吉原ホタル玉天神などを執筆していた。ありがとうございます。